アメリカ仙段草は、キクカ仙段草族の一年草。道端や空き地、湿り気のある荒れ地などに生える雑草。聖高タウコギとも言う。草丈は50から150センチメートルになる。茎の切り口は四角形になり、表面の色は暗視色で、ほとんど毛がない。葉は耐性するが、茎の髪型では誤性することもある。葉は無毛で、 三から五個の小葉に分かれる。商葉は大きさの揃った巨子を持ち、先端が尖る。カキは秋で黄色の頭花をつける。六から十二個の頭花の鏡より長い双方辺を持つ。筒状花が目立ち、絶状花は小さくて外からは目立たないことが多い。果実は扁平であり、先に向かって幅が広くなる。先には二本の刺しがあり、下向きの鍵状の剛毛が、 表面にある。オナモミ族などと同様、実は人間の衣服や哺乳動物の毛にくっつく。秋田弁ではその特徴からのサバリ子とも呼ばれる。北アメリカ原産。日本では大正時代に確認された、喫下植物。アモミ諸島、沖縄諸島を含むほぼ全国に分布する。アメリカ船グサの命名は、中井武野心によるもので、聖田うこぎの命名は、 牧野富太郎によるものである。ありがとうございます。